カ内に不穏感知、シンフォニカ内に不穏感知。シンフォニカ内に D2 の侵入を許したというのか。音楽堂上空に D2 の存在を確認、直ちに殲滅せよ。この上。ベートーベンはシラーが死に、史上の旋律を見出した。死にはこう書かれている。星の彼方に必ず神は住むだろうと。そして神は地上に降りられた。極夜隕鉄としてね。そう、私は歓喜、喜びの歌をあまねく地上へ響かせるもの。古き世界は葬り去り、新しき世界の扉を開くもの。歓喜から不穏が検出されてるむ。まさか歓喜が D2 化したっていうのか。上がるゲートだよ。迎えに来たよ、姉妹たち。もう古い世界にとらわれる必要はない。私と一緒に行こう。ほら、子供たちも一緒だから。子供たちをどうするつもり。彼らは新しい人類だもの。新しい人類には新しい世界がふさわしいでしょ。一緒に連れて行くんだね。ニューヨーク、シドニー、北京、ローマ上空にワームホールが出現している。歓喜の目的は何だ。事態の中心に歓喜がいることは確かだ。消せ歓喜を。どんな手段を用いてもいい。たとえ手持ちのムジカート全てを犠牲にしても。全てを犠牲に。ヒルデ管理官。はい。しっかりしたまえ。何、ムジカートはまた作ればいい。今はとにかく全力で歓喜を消せ。はい。あなたたちも分かってるでしょ。今は変革の時。古い世界を脱ぎ捨てて新しい世界へと生まれ変わる時。姉妹たちよ、私たちの居場所は古い世界にはない。私は姉妹としてあなたたちを救いに来たんだ。救いって。ムジカートは人間のしもべじゃない。旋律を通じて人々を神の意志へと導く使徒。呪われた役目から解放され、私と共に神のもとへ行くべきだよ。お前の言う神とは極夜隕鉄のことだろう。極夜隕鉄は神の無数にある姿の一つ、ある側面に過ぎない。側面だか顔面だか知らないけど、一緒になんて行くわけないだろ。そうだよ、キイちゃんたちずっと D2 とか黒夜隕鉄とかと戦ってきたんだもん。かわいそうに、古い世界と古い人類に囚われてるんだ。今自由にしてあげるね。
気の腕の中で D2 細胞がどんどん大きくなっていく。こんな大きい D2 見たことないよ。地下に眠っている古い人類全部食べてしまおう。そうすればあなたたちはみんな自由になれる。